ロンドンにある連合グランドロッジの本部フリーメイソン、ホールイングランド、連合グランドロッジは、イギリスのイングランド及び、ウェールズのフリーメイソンの統括組織である。ロンドン、カムデンク・ホルボーにある。1751年以来2つに分裂していた、イングランドグランドロッジが1813年に再統合されたことで成立した。最高指導者は、グランドマスターであり、 現在のグランドマスターは、エリザベス2世の重視定にあたる王族剣徒校、エドワード王子が務めている。1717 17年、ロンドンにイングランドフリーメイソンのロッジの統合組織として、グランドロッジが初めて創設された。しかし1751年7月には、ロンドン在住のアイルランド人が、ロンドングランドロッジに加入を拒否された事件があり、 それをきっかけに古代派グランドロッジがグランドロッジから分離して成立した。古代派は自分たちこそが古代フリーメイソンの伝統の継承者と自負し、既存のグランドロッジを近代派と呼んで批判した。以降半世紀以上にわたってイングランドのフリーメイソンは主位グランドロッジと古代派グランドロッジに分裂していた。しかし1789年に フランスで発生したフランス革命とその後の対、フランス戦争の影響で、イギリス社会は一丸となるべきという機運が高まり、そうした中で、フリーメイソン内部でも、両グランドロッジの統合へ向けた動きが加速し、1813年12月27日には、連合グランドロッジが創設された。その初代グランドマスターには、首位グランドロッジのグランドマスターである王族サセックス公。 オーガスタス・フレデリックが就任した。以降サセックス校は、皇居するまでの30年にわたって、グランドマスターに在職し、イギリスフリーメイソンを自由主義的に指導した。しかし時代は、世界中で植民地を拡大中の大英帝国の最盛期であり、イギリス新民のナショナリズムも最高潮に高まっていた。そうした中で、イギリスフリーメイソンも、 保守的な組織へと変貌していった。理心論を掲げて、進歩思想を先駆してきた18世紀に比べて、19世紀に入ってからの彼らは、キリスト教社会の秩序を維持しようという保守的な活動が目立つようになる。理心論を捨てたイギリスフリーメイソンは、実質的に上流階級の社交クラブでしかなくなってしまった。また19世紀は近代化に成功して、 未曾有の繁栄を享受していたヨーロッパ諸国に比べて、封建主義的なアジアアフリカ諸国の惨めさが際立っていたため、大英帝国をはじめとするヨーロッパ植民地帝国諸国の間で、有色人別詞と白人市場主義が高まった。平等主義を理念の一つに掲げているはずのフリーメイソンも、その影響は避けられず、植民地インドに設置したロッジなどは、 現地民インド人の加入を人種を理由に拒否することが多かった。しかしそうした差別は自由主義的なサセックス校の取り組みのおかげで少しずつ改善されていった。王室の公務に忙しい王族がグランドマスターに就任した場合はグランドマスター代理が置かれる。代理はその王族が公務のためにグランドマスターの職務を取れない場合にグランドマスターの職務を代行する。 副グランドマスターとは別個の役職である。ありがとうございます。